ミニドラマ、お客様と店長のロマンチックモーニング、第263話。店長さん、おはよう。今日は何の日かご存知？お客様、おはようございます。今日は万聖節の前夜祭、ハロウィンでございます。正解よ、でもその答えじゃまだまだ素人ね。ええ？これだからカニ座生まれの店長さんはカニの被り物でピースサインをしてハッピーハロウィーンとか言いながら調子に乗って横歩きしてると浦上川に落ちちゃうわよ。気をつけなさい。お客様、店長さん、お客様、店長さん、お客様、店長さん。他には何の日で？教えてあげる、教えて差し上げるわ。今日は英才が中国からお茶を持ち帰った記念日なのよ。あの英才というと臨済宗の。パンピンパンピン、正解、大正解。禅宗の一つとして有名ね。鎌倉時代ぐらいですか。パンピンパンピンパンパンピン、その通り、その通りよ。英才がお茶を持ち帰ったのは1192年10月31日。まさにいい国作ろう鎌倉幕府。もっとも最近の教科書はいい箱作ろう鎌倉幕府に変わったらしいからややこしいわね。そうでございますね。じゃあねー。お客様どちらへ？明日で1周年の NBC 新社屋に行ってくる。何をしに行かれるんで？分かってない、分かってないわね。はい、1周年記念でアマチュアとか配ってるかもでしょ。今日はお茶の日でハロウィンだし、じゃあねー。いや、あの、そのなんかいろいろ間違ってますよ。いやー、1周年って早いなーっていうか、あっという間でございますね。でもね、あの新社屋もう3年とか5年前のような気がします、あの出来事が。なんかね、丸1年なんですけどね。やっぱりね、新型コロナウイルスっていうのは時間の流れの感覚を変えたなって思いますね。確かに。そしてあと2ヶ月で来年でしょ。来年は何年かな。気になりますね。何年ぴょん。変える。違います。違うんです。はい。皆様、明日も朝からぴょん。